はあ、暑い。夜になりました。もう8時です。夫が出かけてるので、梅干しの、やっと梅干しの赤じそを作ろうと思いましたが、すでに4日間経過しており、乾いておりました。水洗いだけしておいといたんですよ。でずっと生きてたんだけど、だんだんチリチリになってきちゃったの。白状しますと、結局赤じそのフレッシュでないとやっぱりね、綺麗にならないから、で綺麗なところだけで一たずだけやりました。これはね、少し白カビが出てきています。もうすでに塩が足りなくて、で白カビはね大丈夫なんです。青カビは問題だけど、で異臭がしないから、白カビだからいいカビ菌なので、とりあえずこのままつけてみようと思って、赤じその、古いのをいいところだけ取ってつけました。で塩を少し回して今寝かしてみました。これでもう一回やってみようと思います。もしあだったら周りに焼酎を少しかけちゃおうかな。発酵止めみたいな感じでね、カビ止めに。でもバフブワブワブワと発酵してますよ。こっちはね、2つとも大丈夫です。水が上がっていますから。だからこれは明日やります。新鮮な赤じそを手に入れてね、畑から取って。大変だわ。で、結局これね、すごいんですよ。ここに置いといてる、置いといた時でね、ほら、根っこが出てんのよ。これね、根っこのあるやつ取ったんじゃないから。切ったんです。切って、お水を あげて、水で洗って、ここに置いといただけで、3日か4日か。で、発芽し、発根してます。これは、とっても、底力があるっていう証拠なんですよ。で、ここの畑、有機栽培でやってます。農薬使ってないの。で、このまま、塩入れても、赤じそは赤じそです。で、これは、これから何をするかっていうと、しそジュースにします。お湯を沸かしました。沸かします。で、ここに、これをボンボン入れて、まあ、これ、こんだけの赤じそも塩入れてるし、ある程度。で、これ2本、2等分して、で、これでぐつぐつ煮て、赤じその、シロップを取ります。本当はね、青じそも入れたいのよ。ここにあるわ。少ないんだよ、これじゃ。ちょっと入れるとね、香りがね、ミントみたいに爽やかな香りが入りますけど、とりあえずここ今回は赤じその、ものだけでやります。で、こんな発酵してるの大丈夫って、大丈夫、これ全然問題ないわ。元気な証拠よ。発根しててびっくりしました。で、根っこだけは少し取ってね、発根してる元気なやつだけ、特に使いました。塩しなびてるわ。でも、ハーブとしてしなびたものぐらい、イタリアなんかじゃしょっちゅう売ってるの見たことあるもん、テレビで。言ってないよ。テレビで見た。塩入れてるのよ。平気なの。誰か来た？なんか一人で言うと怖いな、なんか。ほら、この辺も発根してるの。ちょっとだけね、青じそや赤じそはね、塩化はね、すごい、強いんですよ。本当に強いんです。ほら、これも発根してる。少しだけ、根っこが。ここも発根してる。テレビで、YouTube でもやりましたよね。水に刺したら、青じそが、発根したって。で、それを、そーっと地面に植えたらついたっていう。要するに刺し木ができるってこと。知らないね、そのことね。バジルも しそ科だから、バジルも刺し木できたらいいな。秋になったから。ギリギリで。ああ、ギリギリ、本当に。ちいちいちいち発根してるの。
もっと分かりやすいのはね、もう使っちゃったんだよね。もっといっぱい発酵してるのがあったけどね、それはね、もう使っちゃった。元気のいいやつだけは、使ってしまいました。ないかなぁ。ほら、こんな感じ。発根してるのに。あ、これ。これ発根してる。ね？ってことは、元気な証拠なんですよ。まだこれ生きてるんですよ。だからこれ捨てちゃいけない。これは、シソのシロップにしましょう。だから、なんていうの、植物の生きてる死んでるってね、見極め、野菜もそうだけど、あ、これ発根してる、すごいでしょ。これ、収穫してから勝手に発根したのよ。根っこが出たの。イタリアじゃ、干し野菜っていうのをやるんですよ。干すんです。それから使うの、ハーブでもね。陰干ししとくの。それと同じですよ。だから、これは、だんだんと乾燥してきてる。あ、これはちょっと、ゴミ出した、雑草でした。大丈夫ですよ。ぐつぐつ煮るんだから、これから。あ、安倍さん死んじゃったのね。うん。へえ。いろんなことやった人だわね。お眠りください。本当にね。あ、これも発根してます。これ全部根っこです。出てます。植える？植えない。畑にいっぱいあるの、今。大変なのよ。ああ、これで、とりあえず道のりができました。ここに、うぞうぞとあったのものが何もなくなりました。すっきりしたわ。よし。明日もう一回綺麗な赤じそ。もうね、香りがね、どんどんね、失われますから、もう、今、もうダメです。頑張んないと。さっさと取んないと。もうね、3回取っちゃったからね。うん。でも、どんどん出るんですよ。頭バチンってね、取れば、脇からどんどん出ます。赤じそもバジルも。だからバジルは、バンバン切った方がいい。だツンツルってはダメですよ。赤ちゃんが出てるところの上からチョキンってやるんです。で、赤ちゃんを育てるんです。これには、ここにもあるかな。長く切った中でわかると思う。ほら、ここにね、あれ？ここに、この、こういうところに、ほら、あ、ここだ。赤ちゃんがいるでしょ？ここ。この上で切るんですよ。そうすると、この赤ちゃんが育つの。ピューン、ピューン、ピューンって。で、株が大きくなります。で、頭を詰めると、根っこが入りますので、強靭な、株ができます。だから今の時期は、切った方がいいです。ハーブもそう。なかなか湧かないなぁ。ええ。もうね、本当にね、電気はダメですわ。でも暑くはないんですけどね。あと私みたいに、病気したら、あっ、うわっていうね、火が、洋服についたなんてことがないから、やっぱり電気はちょっと高くなっちゃってるけど、最近電気代高いけどやっぱりいいかもしれないね。ただガンガン調理するものには向かないわ。中華料理とかね、中華鍋とかこれペランペランできないから。中華鍋の五徳がね、ここに使えるような、こう塩水化のこうすり鉢みたいな台座、そういうの発明しないかしら。それで、普通の中華鍋の鉄の中華鍋、これ、ここで煽ることができるようにするの。これで。うん、ここになんかつけるの。で、こうやる、そこで煽るの。それができたらいいね。
でもで熱の伝導率とガスの伝導率じゃ熱伝導が違うから難しいかもしれないわね。中華のチャーハンね、美味しいの作ってやるな。ガスがいいわ、やっぱり。うん。BS 見てるの。CM がね、少なくていいんだよ。もう、本当にダメだわね。みんななんかね、民放はさ、なんか、いい人だ、いい人だ、いい人が亡くなったとかさ、大切な人が亡くなっちゃったって言ってたけど、確か森友とかなんかでうやむやになってやめちゃったのにね、白黒つけないでグレーのままで死んじゃったね。残念だね。あの自殺した人はどうしてるんでしょうね。奥さん未だに戦ってますよ。何の責任も関係ないって安倍さん言ってたね。私が殺したんですか、私は手を下していませんとか、なんかはっきり国会で言ってて、私はちょっと失望したわ。あ、これって何？ヘイトなの？ヘイトになっちゃう？まあ、根はね、いい人なのか知らないけどさ、コロナの時にさ、ワンちゃんと一緒にさ、自宅でティータイムですとかってさ、なんかあのインスタかなんか上げてさ非難されてたよね。みんな働いたりさすごい苦労してるのにさ、 あんたの自粛はティータイムかよみたいな感じだったみたいだけど、私も見たよ。チーン。これ頑張って作って今日は終わりです。大口のデコグランデのピザ食べたいわ。今日はやってるのかしら。きっと安倍さん死んじゃったっていう何あれで噂で町は持ちきりなんでしょうね。飲み屋さんとかもね。うん、お気の毒でした。ご愁傷様です。